もピッチピッチなテクタンと申します。ポケモン盾実況プレイパート51始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、前回ね、このダークマターちゃんのために甘い蜜を取ってきました。で、まあここのね、道場に入ればいいんですけど、その前にちょいちょいね、ディグダを見つけてきたんですよね。ちょっとチャリ折りを、この縦札を読んでみましょう。まあ、これ見て、わかるかなっていう感じないけど、残り、うん、こんな感じ。こんな感じ。奈良市の洞窟は、全部見つけました。あとね、ハニカム島も見つけました。ハニカムの海にもおるん。まだまだ結構おるんやけど、新たに24匹帰ってきました。結構見つけたんじゃないかな。アローラで出会ったポケモン。もうアローラガラガラ。アローラガラガラってなんか違うかったっけ？全然違う。全然違う。なんかサーカスとかしてそう。いや、どう見ても曲芸師ですね。まだもらえる？あー、もうもらえへんか。一匹だけやったらもらえたん。わ、全然体力がない。そんなに死んでたっけ？んー、じゃあ、大スープ。蜂蜜たっぷりのね。蜂蜜？蜂蜜か。蜂蜜たっぷりのキノコのスープ。全然美味しくなさそう。これ作ってもらおう。ただいま。二人ともお帰りんさーい。およよ、くんくん、なんだか甘い匂い、私の頭についてるで。そういえば。ふっふっふ、ウーラウスの好物、大蜜、バッチリ手に入れてきたぞ。ありゃまあ、この短い間に、結構時間かかったと思うんやけど。あれ、実際の時間で言ったら30分くらいなんかな、もしかしたら。俺とホタテが合わせれば100人力だぞ。うふふ、ノーヒントでよくぞ大蜜までたどり着いたね。やったね、ホタチン。やったね、ホップチン。やっぱ大蜜のこと忘れてなかったんだな。帰ってこんかったらどうするつもりやったら もう見つかんねえぜって。大蜜を入れればきっと、ウーラオスも大スープを飲んでくれるっすね。まあ、最悪入れんと無理やり飲ますしかないよね。ほら、飲めて。ベアオス。マスター道場で教えられること、ホタテチンにはほぼほぼ、まるっと教えちゃったね。今のチミトなら全力で勝負できそう。え、すんの？すんの？わしちゃんもチートトレーニングする必要ができちゃったし。あ、そうなん、なんでなんで？なんかと戦うん。本気の本気のわしちゃんと戦う覚悟ができたら、道場裏のバトルコードコートまでおいでー。え、スープ先飲んでいい？なんて書いてあるんやろ。よろしくみたいな感じなんかな。回復したんやけど、本気の本気の師匠？一体どれほどの強さっすか？兄貴の師匠だもんな。絶対ドギャーと強いだろう。もちろんす。ホタテさん、心して挑んでくださいね。ウーラを襲ったらなんとかならへんかな。俺はこれから鎧塔の調査を始めなきゃだけど。ホタテも頑張れ。いつもみたいにバシッとな。ついでにディグダ探してきてくれへん？マスタードさんとの勝負に俺も上に駆けつけるぞ。今調査しに行ってさ、一瞬でさ、バトルしますって言ったらさ、すぐ戻ってきてくれるんかな。もう始めんの？みたいな。怒られたりせんかな。ちょ、回復しよう。三つ葉さん。ホタテちゃんどうしたんだい？そういえばワットの話あったね。めっちゃワット集めたから、1万ぐらい分けても大丈夫かな。ホタテちゃんがこれまでくれたワットは合計1万5000ワット。1万ワットを超えたから道場にロトミを注文できるよ。どこに置くんやろ。もしもし、ポケモンセンターさん。私、マスター道場のミツバと申します。お宅のロトミをワットで買い取りたいんですけれども、はい、できたん？できてる。埋め込まれてる。交渉は成立。早速届けてもらったよ。工事めっちゃなんか楽やったんやな。なんかこれあれなんかね、埋め込み式じゃなくてほんまこれぐらいペラペラなんかな。でも、あれ、うんともすんともだわね。画面に何か書いてあるよ。何何？ロトミを起動させるには、専用のソフトと、セッティングが必要です。
サービスをご希望の方はご予約くださいだって。それにワットを踏んだくるつもりね。わー、それは確かになんかね、ひどい商売ですよね。騙された、勝ったから使えると思ったらまだいるんですって最初にそういうのは言わなあかんと思う。すまないね、ホタテちゃん。ロトミを動かすためもう少し協力してね。別に動かせんでもいいんやけど。ふわー、お茶飲みました。回復したい。で、問題は大スープは、大スープ、それはでか、料理担当の人に言わなあかんのか。どこにおる？ちゃんといる？大ミッツと大キノコがあれば、ダクマが進化したポケモン、ウーラオスが飲める大スープが作れるっすよ。説明ありがとうございます。大スープを飲ませるっすか？はい。どのポケモンに飲ませるっすか？じゃあね、まあ、ピカテオはダイマックスもすでにできるんで、ダクマちゃんに飲ませてあげましょう。ウーラオスが大スープを飲むと巨大マックスになるっすよ。大キノコ3個、3個もいるんや。あるかな、3個ちゃんと。あるんやね。やったー。あとは、あるかな、キノコを。できれば、もふもふちゃんに飲ませてあげたい。この人もできるんやね、このレドウムシやったっけ。ただ、キノコ足りるかな。あ、あるんや。オッケー。じゃあ、パーティーどうしようかな。ちょっとタイプ偏りがあるから、モルちゃんを、まあ、こうしますか。これでいいかな。あ、ヌメヌメちゃん連れて行ってもしゃあないよね。ちょっとさ、本気の本気やったら怖いから、ちょっと、一応連れて行くか。ポチ。うん。で、念のため、レポートも書きまして、うん。オッケー、じゃあ行ってみよう。大丈夫かな。レベル全部100とか出してきたら勝てへんで。イエーイ、わしちゃんと勝負する覚悟できたかね。はい。とりあえずやってみよう。うふふ、いい返事。じゃあ戦いの場へ。いざ行こう。最初のポケモンが誰かっていうのがね、なんか結構運命の分かれ道だったりするよね。シュッ。おしちゃんね、最近思うのよ。最初は勘違いだったとしても、君が道場に来てくれてとっても良かったって。いやでもね、こちらとしても、まあ、ダクマちゃんと仲良くなったり、大スープ飲ませてもらったりね。したし、セイボリチンがね、なんか元気になったりしたし、よかったんじゃないかなと思う。と同時にね、あっこに生えてる、奥に生えてる木がさ、なんか結構際どいとこに生えてるのがすごい気になるんやけど。ホタテチン、ほんとありがちゅね。久々にわしちゃん、血湧き、肉踊り、心うはうは。血湧き、肉踊るってあれ誰が言うんやったっけ？ジャミラスかなんか誰かが言うセリフじゃなかったっけ？ドラクエ6の話ね。強敵との勝負はジジイになってもやめられない。やっぱジジイなんや。さーて、息子っすの名前何やったっけ。何歳の時の子供なんやろね。あんま問わん方がいいんかな。世界一楽しい時間の始まりだよーん。え、あ何の前やったやん、一瞬だけ。はい、道場主のマスタードが勝負を仕掛けてきた。はー、基本格闘系なんかな。トリトンなんやけど。あー、ダイマックスね。誰にさせようかな。強敵を前に久々にたぎる。たぎるぞ。普通に、ウーラオスでいいかな。お主らの修行の成果、この勝負で断トロかんたら。こじゃんだ。どうしようかな。原始の力使ってみる。猫だまし。あ、これ広めやつじゃない。あ、ゴツゴツメット。ゴツゴツメット最強やからね。知ってるから私。インファイト。インファイト格闘やね。わー、一個も残らへん。で、ゴツゴツメットでダメージ受けるよね。まあ、この子レベル低いしな。でも格闘に効く技持ってるのって誰やろう。エスパーの技とか覚えてへんからさ、そうなってくると、飛行
高のツバメ返しになってくるんよね。まあ、しゃあない。まだ出すつもりなかったけど使っていくか。よし、ツバメ返していきましょう。あ、向こうの方が早いね。インパイトあんま効かんのじゃ。わー、残ったけどもよ。効果抜群、あ、抜群なんか。一瞬の隙が命取り。そう、このようにな。で、何か下がるっていうね。ツバメ返し。オッケー。うむ、基本は上出来。だが、それだけでは勝てんのぞ。しかし、やばいなぁ。P6 しか残ってへんやろ。誰かレベル上がる？あ、上がるね。オッケー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 。デロデロちゃんとポチが上がりました。レントラー。レントラーってあの雷のやつじゃなかった？なんかいい感じのおらへんないけど、そうなってくると。トリトン。トリトンもう一回使いたいな。ここでもう出しちゃう？いっか、出しちゃおう。とりあえず行ってきて。かっこいい。え、伝説くんのと思ってたりせんかな。そんなん出してくんの、みたいな。ちょっと復活させたい。元気のかけらでいっかな。トリトン回復。ワイルドボルト。あんま効かんのんちゃん。あ、全然効かへんねん。麻痺はせんといてほしいな。あ、反動受ける系なんや。オッケー。じゃあ、まだちょっと余裕ありそうやから、すごい傷薬で、まあ、全開せんやな。回復の薬にしとくか。うん。ダークマターを回復させて、まだ反動受けちゃうんじゃない？オッケー、じゃあなんかしていきましょう。どれにしよっかな。鉄壁は違うよね、これは。紙砕くにするか。ガブガブ。全然よ。じゃあ、この、ワイルドボルトを出してくることを想定して、トリトンとちょっと交換しよう。こっちも一回回復させたいよね。よっしゃ、効果がないようだ。で、ここで地面の技第一の力、これを使っていきましょう。おい。おいおい。じゃあどうしよっかな。ダークマターちゃんの曰くだけでもしとく？全然関係ないわね。向こうそういえば何匹ポケモン持ってるんやろ。見てなかったな。あ、見えへんかった。今出とったね。あ、いいんじゃない？そこそこ効いてるよ。やれ。うわ、めっちゃ効くやん。なんかちょうどさ、テレビに映らんくて見えへんだけど、ポケモン何匹っていうの。パソコンの方もね、ちょうど見えへんないけど、なんかアイコンが出てて。ちょうど見えへん。ルガルガン。ルガルガンって誰やっけ？ルガルガン。なんか聞き覚えあるよ、ルガルガン。ルガルガル、ルガルガ、ルガルガン。ルガルガルンって調べよった。タイプ、イワー。イワーか。じゃあ、そのまんま戦う。強技出したいな。岩っぽくないよね。まあ、色は岩っぽいけど。アイアンヘッドでもいいけど、80。こっちは？あ、間違えた、間違えた。あ、40？ これにしよう。ただ、どっちが早い？あ、いい、そっちですね。そう思ってました。速そうと思ってました。じゃあ、ポチ。ポチ、格闘技覚えてへんのか。あ、効果抜群の、マジカルリーフ。ももちゃん行くか。
メモ単位の？かわいいね。あ、それか。よしよし、オッケーオッケーオッケー。こっちに攻撃のターンを与えてくれるなら良いですよ。まあ、効果抜群といえども、なんかちょっといまいちやな。当たらなかった、ナイス。いいよいいよ、このまんまもう一回当てることができれば勝てるけど。ドン1。当たるんだろうね。あ、残った、ナイス。よしよしよし、いいぞ。お、モーションレベルアップ、ナイス。アーマーガー、あ、アーマーガーならじゃあデロデロちゃんでいこう。アーマーガーとか持ってるんや、なんか意外。ほら、ホップも持ってたやん。なんかそういう被るんやね、持ってるポケモン。やっぱ今回のポケモン盾といえば、なんか割とアーマーガーがね、結構。ちょっと待ってよ、食い込んだって言ってるけど、こっちも浮いてるんですけど。めっちゃ下がっちゃうけどさ、特攻。もう一気にガッといっちゃう？光の壁。うわー、光の壁使うか。これ特攻上がる、特防上がるよね。だいぶ残ったね、割と。まあ、じゃあもうオーバーヒートで行くっきゃないかな。ブレイブバード。あの、効かへんと思うけど、攻撃強そうやから。あ、オッケーオッケーオッケー。ナイス。これは、どうなるやろ。こっち特攻下がっちゃったからさ。多少残るかな。でもこの次のターンでやられそうやから、ちょっと、復活したいね。元気のかけら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 。かけらもない？あー、あとよかった。よっち。ダークマターちゃん、復活させよう。オッケー。ブリーズワード。一度もいいから残ってくれへんかな。ダメかちゃんで、ちょっと回復のターンを取る感じにしよう。痛そう。バックで、ダークマターちゃんを回復させたいから、すごい傷薬で足りるね、足りるね。 OK、 よし、これでダークマターちゃんが回復して、ほい、ここでピカテを出す。ピカチュウ、ピカチュウもうちょっといったレベル上がりそうね。まあ、これで10万ボルトでいいでしょう。オッケー、これでピカチュウのレベルが上がる。ナイス。光の壁なくなった、よし。なんて？ジャラララ、ジャラランガ。ジャラランガは誰？なんか初めて聞いたかも。ジャラランガとは、ドラゴン格闘。あー、ドラゴンなんか。やとしたら、もふもふちゃんが良かったよね。とりあえずポチだ。いやー、ポチ出しちゃうか。ドラゴン格闘。なんか刺さるんちゃう？まだある？食い込まれてないか。あ、食い込んでる、まだ。口の盾。食い込んでる？ジャラランガには食い込まへんの？ずるいです。あなたにも食い込んでください。あ、なんかタイプのことミスりました。ミスりました。上がってるね。もふもふちゃん出したいな。なんかもうちょっとなんか、うわ、めっちゃいろいろ上がるやん。わあ、そういう技か。なかなかリスキーなことしたね。
塊、塊？違う、塊じゃない、危ない危ない危ない、かけら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 、え、どこ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 っていうか、探し方ミスった探し方ミスった。モフモフちゃん、こっちも回復させてあげたいんやけどな。波動弾、これでもやばそうよね。ですよね。モフモフまた刺さるんちゃん、痛い。え、これ耐えれるかな、どれにキスしても。向こうの方が早いよね。ロールビート多少でいいから、ちょっと、ああ、それかそれか。それでもさ、あれめっちゃ減るやつじゃない、体力。ドレインキュッチュして、効果抜群なんやけど、は何のためにあげたのか何のために。オッケー、ダークマターちゃんがレベル上がった。これでウーラウス、これでラストやね。じゃあとりあえずまあそのまんまでいこう。今なお研ぎ澄まされていく。わしの強さに見惚れるなよ。いや、強いのは強いよ。だってこっちかけら使いまくってるもん。強いとは思ってるよ。75。いや、レベル上げてきたやん。上げてきてますやん。全部効果抜群やん。むしろこっち大マックスしちゃう。え、でも、何でかわからんからやめとこ。だって、するよね。するよね、大マックス。巨大な剣、拳となりて。なんちゃらかんちゃら。するよねー。せっかくの大マックス、巨大マックスをさ、打ち消される可能性あるから、ね、素早そうじゃない。わぁ、素早い、大スキル。一物取らない、辛い。うん、防御が上がった。ピカテウラか。そっか、あいつ水タイプなんか。どっちが素早いかな。あ、ナイス、さすがピカチュウ。あ、結構効いたね。ダイヤシット、これが少しでも残ってくれればいいんやけど、ダメでした。ダメやったかな。ミカ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 、ダークマターちゃん出して、耐えれるか、耐えれるか、やってみよう。向こうはあれだよね、水の方のウーラウスないね。ピカチュウが効果抜群やったってことが。さて、わー、そっちが早いか。耐える、耐えてください。ナイス、さすがにこの一撃でそれは持たへんのちゃうか。持つんかーい、持つんかーい。あー、でもそうなるわけやろ。こっち素早さ上がったといえども、いやー怖いなー、いやー怖いなー。ピカテオにかける方が偉いかもしれへん。残ってくれへんかな。残らんよね。いや、ゴツゴツネット復活させるもよかったかもしれんかな。いや、ピカテオにかけよう。食い込むの嫌やな。ずっと食い込むんやな。効果抜群。ナイス、これは勝てるぞ。うちのエースやで。
運を味方につけるか。それでこそ倒しがいがある。もう終わってるで、多分。多分今のは、急所に当たったので出たセリフなんやと思うけど、出るタイミング悪すぎじゃん。やったー。かけら絶対いるな、おひらとこ。おひらとこ絶対さ、もう一個のさ、ダウンロードコンテンツでもこういうバトルあるはずやから、おひらとこ、強さとは、正々、上々、ルテン。そっち読めるんかいって、そっち読めるのに前半読めんのかいっていう。手にしてもすぐこぼれ落ちる。だがわしを打ち倒した。その強さは今揺るぎない。心からおめでとう。ありがとう。おー。6万めっちゃくれるやん。まあ、お守り小判が出たとはいえとも、めっちゃくれるやん。ごめんね、なんか。バイト代分ぐらいもらったで。この勝負で6万もらえるんやったらさ、なかなかなんかいい商売じゃない ?6 万払う方かわいそうやけど。うわぁ、本気の本気でも負けてしまったか。弟子が死を超える、すなわち、青蘭の誉れ。青蘭じゃない。出蘭の誉れか。本気のリーグカードをもらってくれ。レアリーグカード的な感じかな。あ、どうも。レアリーグカードまだ見てへんかったね。見てみよう。わしもまた一から修行のやり直しだな。ちょっとダーリン、負けちゃったんだって。観客がすごい。ポップニコニコ。みんな来てくれたのだな。あら、やだよ。本気の姿、相変わらず惚れ惚れだわ。まあ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 。まあいいんじゃない。天ホタテちゃん、本当によくやったね。今日はお祝いの大スープっすね。大スープしか食べへんの、ここの人。やはり、ただの新人ではなかったっす。これからは新人師匠と呼ばせてもらうっす。驚かないぞ、ホタテ。勝つって信じてたからな。ウラフちゃんもよく頑張ったわね。ウラなんか柄悪いな。ホタテ。なんすか?なんと言いますか?おめでとうございます。なんて申し上げると思いか。お祝いなどしてやるものですか。しかし、胸の使いが取れました。本気師匠に勝てるあなたに、私が勝てる道理がない。しかしまた次回勝負する際は、正々堂々勝負です。私、一矢報いますのでね。本当に?あなた、とても立ちが悪い。私には負けますがね。資格はあったんだね。確かに立ちは悪い。これにてマスター道場、裏修行はおしまーい。あ、師匠戻ってますね。あ、ほんまや、服ちゃんと着てる。ホタテチン、これからもちょくちょくわしちゃんと勝負して、お互いを高め合おうよん。いや、できれば、避けたいよね。強かったから。来たるべき時のためにね。来たるべき時ってまた何があるん?うふ、いつかわかるから楽しみにしといてね。あれかな、もう一個の。こっちが、鎧のこと?縦の、え?違う。なんやろ。なんちゃらの雪原みたいな方で出てくるんかな。それじゃあみんなで仲良く帰りましょう。はーい。めでたしめでたしみたいな感じやね、なんか。あ!エンディング迎えましたね。エンディングやったよね、今のが。なるほど。本気の本気の師匠にも勝ってしまうとは、今のホタテさんならば、道場史上最も過酷なトレーニング、縛り組手をこなせるやも。何それ?勇気があればお声掛けください。まあ、とりあえずストーリー自体は完結しましたので、ホップ声かけてみるか。そういえば鎧島に着いた時、ジムリーダーのあの人と駅で一緒になったぞ。鎧島のどこかで会えるかもな。ジムリーダー?ジムリーダー?ケイボリチンの話?特になんか目的はもうなく、今のでエンディングってことでよかったよね。めっちゃ頑張ってついてきてる、かわいい!じゃあ、次回から、雪原の方にね、かわいい。ホタテチンかわいい。雪原の方にね、ちょっと行こうかなと。思います。かわいい。
まあ、裏でね、ディグダを集めつつ、ポケモンも集めつつ、次回は、雪原に向かう感じで行こうかなと思います。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。